ちょうどくない？大丈夫？ LINE は来てないですね。でも佐藤さん倒れてないの大丈夫？でも家で倒れたら家族いるか？最近やたらしんどそうやったじゃないですか。忙しいもんね。ガチでやばいです。本当に連絡取れないの？全然取れないです。はい、ドッ、はい、はいじゃないんだよ、一人よ。お疲れ様です。何何、うん、新しいこと？最近ドッキリ企画が少ないなということで、この前話になってね、そこでちょっと僕今考えてきたんで。考えてきた、はい、いいね。佐々さん結構今忙しいと思うんですけど。いつもね、最近じゃない、最近いつも、いつもですね。そこ間違えちゃうんで、はい、いつも忙しい。そこで袴田さんと一緒の仕事の時に、仮に佐藤さんが取れなくなった時、袴田さんはどういう反応するのかっていう。いいね。ドッキリをちょっと検証ですかね、袴田さんは最近ね、売れっ子になってきたから、アクシデント起きた時の、はい、まあ、こう柔軟性必要になるもんね。そこで、まあ、袴田さんがまあ普通にちょっと簡単に回せる仕事だとダメなので、まあ、つまんないじゃんね。そうですね、普通にできたらね。そこで持ってきたのが、男性専用脱毛サロン、メンズクリアさんです。ま、おい、怪しいな。これま、これまたドッキリと見せかけて逆ドッキリ、怪しいな。違います。おい、大丈夫です。今回本当？はい、本当です。お前本当にもし俺のドッキリだったら、もうこの企画壊すからな。放送できんようにするぞ。はい、プラスメンズクリアさんなんで、その後サッサ脱毛もできます。ちゃんと丁寧な常設された施術、何もなくだな。はい、頼むで、はい、でも袴田さんがまずどうするかね。まだ俺は半信半疑だけど、行きましょう。里崎チャンネルということで、メンズクリアに参りました。やっと来ました。袴田さん来るまで待ちますか。うん、いいね。こんにちは。よろしくお願いします。来ました。前髪がさ、もうめっちゃ落ちてくるの。これなんでなんですか？もうすごい中段板の長さで、はい、切ろうか伸ばそうか迷ってて、はい、中段板。サムさんめっちゃ遅くない？大丈夫？ LINE は来てないですね。一生来ません。珍しいよね。なんか外さんさ、道が混んでるとかさ、はい、ちょっと遅くなるとき遅くなりますって連絡来るじゃん。はい、さっさんが遅刻するわけないっすよね。するわけないよ。そうですよ、ね、今日もきっちりお前集合2分前に来たぞ。ギリ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 。なおそらくも連絡取れないって言ってますよ。私一回電話してみようか。はい、既読もつかないです。電話かかってきた、かかってきた。出ないか。さっさん聞いてきますか。そうだね、一人待ってください。はいはい。さっさどうなってんの？全然ちょっと連絡取れなくて、ちょっとやばいかな。この後予約入ってるんで、延長できないですか？この日しか取ってないんだ、予約。別の日には動かせないっていうのと、あとは予約金が発生してくる可能性があるってことで、できるものを今日取ってくる。ちなみにこれって、熊田さんが施術することは可能なんですか？熊田さん、女性ですよ。はい。最悪もうそれで撮ってもらうしかないかな。私ちょっと袴田さんに確認します。はい、聞こえたよ。ガチでやばいです。本当に連絡取れないの？全然取れないです。はい、むしろ佐藤さん大丈夫って感じだけどね。むしろ佐藤さん大丈夫って感じだけど。懲ります。でもさ、男性専門店でしょ。女性受けていいのか。結構もしかするとどうかもしれない。そこちょっと我慢してもらって。マジか。でもスタッフさんに聞いたところ、うん、結構痛いらしいですよ。そうなんだ。痛くないやろお前、全然痛くないぞこれ。いや、後とか起こんないかな。そっちの心配だ。はい、すみません。先生、撮影の方ってもう始められそうですか？あ、時間が。すみません、そうなんです、申し訳ない。あ、やりますやります。はい、じゃあ私で大丈夫ですか？はい、ぜひ。それじゃあお願いします。こんにちは、里崎チャンネル。はい、今回はですね、メンズクリアさんにお邪魔しております。今日はなんとメンズクリアさんを紹介するということなんですけれども、なんとなぜか里さんが来ません。なのでちょっと里崎チャンネルなんですけど、今日は私がしっかりとレポートをしていきたいと思いますので、皆さん見てくださいね。はい、はい、じゃあ早速仰向けでお待ちください。ちょっとドキドキしてます。男性専門の機械ではあるんですよね？はい、そうなんです。はい、やっぱり男性のお肌って女性よりも分厚かったりとかして、はい、毛も細い毛から太い毛まであるので、はい、その毛に
ちゃんとアプローチできるように特注して作っております。女性がしても問題はないですか？あ、そうですね、はい、そうです。男性は皆さんここですよね？あ、そうですね。手とかにされる方もいるんですか？メンズクリア全身の脱毛してます。私この後プロ野球ニュースあるんですよ。痛くないと思うんですけど、もし痛かってこの後とか残るとあれなので、こういうとこでもいいんですか？あ、はい、もちろんです。あ、じゃあ腕でも大丈夫ですか？腕で、はい、あ、じゃあ 腕でお願いします。かしこまりました。ちょっと眩しいと思うのでアイキャップつけさせていただきます。はい、ヒゲの脱毛じゃなくても、はい、アイキャップはするんですね。そうなんです、結構ライト明るいので。早速ですね、こちらから冷たい汁乗せていきますね。はい、ちょっとひんやりするので頑張ってください、はい、おー、冷たい。熱が発生するのを冷やしてくれる冷却効果もございます。あ、ひんやり気持ちいいです。では早速試しにワンショットやっていきますね、はい、それでは墓場さんにネタバレします。でもさ、男性専門店でしょ、女性受けていいのか、結構もしかするとそこちょっと我慢してもらって。いきます。はい、3、2、1。おー、あ、全然痛くなかったです。ありがとうございます。私の腕の振りもね、ちょっとなくなっていくかもしれないですね。でももともとすごいお肌綺麗で、ありがとうございます、嬉しい。こんな綺麗なお姉さんに言っていただけると。じゃあ終わりです。嘘でしょ。終わりです。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと待ってください。嘘でしょ。待ってください。今日僕のせいです。メンズクリアです。私めっちゃ心配したんですよ。今日俺だから。そうですよ、佐藤さんがやる予定だったんですよ。だから来てる、やる予定が来ないっていうから私がやったんですよ、男性専用のやつ。来てる。てってでー。あ、すいません、お願いします。はい、よろしくお願いします。いや、だって普通にリポートするって思わなかったもんだって。いや、今回は俺がちゃんと脱毛してもらうっていうやつなんだ。はい、では試しにワンショット打っていきます。3、2、1。はい、こちらお痛みいかがですか？いい感じですよ。毎度毎度もいい感じです。ヒゲがいらないなって感じてる人にはヒゲ剃りしなくてもいいですよね。そうなんです。日々の徐々にヒゲが細くなっていって、日々のヒゲ剃りが楽になるかと。ちょうど剃ってる人でも夕方夜になったら生えてきたりとかね。きっちり生えてくるよ。あ、そうなんですか。朝剃って夜中のプロ野球ニュース前とかも生えてるからです。へー、うっすら。女性の脱毛ってこう痛い部位とかめちゃくちゃ痛いじゃないですか。男性もなんかこう強そうなのかなと思ったら、はい、全然もう本当に痛くなって、これ照射面がマイナス4度まで増えるので、冷却機能で熱と交代して痛みが出ないので。そうなんです。はい、これ冷たさ重要ですね。もう気持ちよさそうな顔しちゃって本当にもうリラックスムードですよ。いや、いいわ。はい、じゃあ続いて。はい、ありがとうございます。すっきりしてますよ、めっちゃすっきりしてる。今までにない充実感が、良かったです。まあ、ということで、はい、終わりましたけど、はい、今回やっとちゃんと施術してもらって、はい、でもやっぱりちゃんとしてくれたらヒヤリ感がずっと全体に味わって良かったです。しかも痛みもないし、はい、あと一瞬で終わるね。開示からゴールまでがどれぐらいコンパクトなのかとか、はい、すぐ終わるのかとか、いい感じなのか、俺今日初めて知ったよ。私なんかもう今顔がすごいなんか爽快感というかすごいスッキリしてますでしょ、うん、それはね、施術の効果と袴田さんにやったったぜっていう効果。そうですよ、私は今回はね。でも袴田さんもちょっとやってみて。いや、すっごい良かったです、本当に。だからこれ本当男性の方も着やすいだろうなと思いました、うん、本当に痛くないし、こう気にしてる方だったらね、ない方がやっぱ清潔感もありますし、うん、いいなと思うので。でもあれでしょ、はい、今回、はい、来たということはこの機会にっていうのがあるんでしょ。はい、もちろんでございます。ね、そら、おー、そらそうよ、ただで来てドッキリする、じゃあそうですね。じゃあね、はい、今日受けていただいたヒゲの脱毛トライアルを980円で体験できるキャンペーンをご用意しました。いいんですか？はい、980円。はい、札いらないじゃないですか。ただ赤字覚悟のキャンペーンなので、うん、各店舗先着30名様限定となっています。全国
全国110店舗以上ある店舗、ありがたいことにすぐ埋まってしまうので、はい、できれば早めにご予約していただいた方がいいかな、ね、うん、しかも980円でこう試してみられるっていう、ね、そうですね、はい、いきなり最初からね、うん、高かったら、うん、なんかちょっと踏み出しにくいですもんね、はい、ということですね、はい、詳しい説明は概要欄の方に載ってますので、はい、そこから入ってもらって、あなたの近くのメンズクリアさんで体験してもらいたいですね。本当に、ね、はい、僕と袴田さんがね、うん、体験したこのせいですね、はい、ぜひ皆さん概要欄を確認してください、はい、それでは笑顔で最後のご挨拶です、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。